康監督が暴露、Jリーグ選抜構想はあった。森保一言で言うと2チームの構想はありました。例えばミャンマーとの1戦目は5つチームで戦い、サウジアラビアでのシリア戦では別のチーム編成をする。国内組だけの編成、海外組だけの編成などなども考えた上で今回の決断をさせていただきました。怪我のリスクということに関しては皆さんも心配されていると思いますが、我々も心配しています。誰も怪我させたくないですし、選手を少しでも良いコンディションの中で戦ってもらいたいなと思っております。ただそれと同時にこれまでの日本代表のことを考えていただいても、厳しい戦いをタフに戦い続けるからこそ成長できているというところもあると思います。そこは怪我のリスクはもちろん最大限に考慮した上で選手起用もして、起用する休ませるなどなども招集してからでも考えられると思いますし、考えた上で試合に向けてのメンバーを決めていきたいなと思っております。対戦相手はかなり格下だけどサッカー日本代表にヨーロッパ組でベストメンバーってことは森保監督は国内組、他のヨーロッパ組との力の差を感じてるのかな。今の J リーグのレベル考えると、ほぼ全員国内組でも勝てるんじゃねと思っちまう。オーバーキルすぎるだろこれ。まあ代表監督だったら国試で怪我させて叩かれるより国内組だけでやって負けて叩かれる方が嫌でしょう。今の国内組はアジア2次予選も突破できないほどレベル低くない5年も監督してるんだから国内組使えないのは監督の責任。予選は何があるかわからないからしょうがない。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。